ジョージアーネスト・モリソンジョージアーネスト・モリソンは、オーストラリア出身の旅行家、冒険家、タイムズ特派員、図書収集家である。ビクトリア州、ジーロング生まれ、メルボルン大学を卒業し、イギリスに行き、1887年、エジンバラ大学で医学を学び、モロッコの GE となり、オーストラリアに帰国した。1882年から1883年に、 かけて、オーストラリア、カーペンタリア湾からメルボルンを徒歩で縦断したことがある。1893年、中国に行き、1894年、上海からラングーンまで、1896年、バンゴクからウンナンフに、1897年、満州を横断し、ストレチェンスクからウラジオストックまで旅行した。1895年、タイムズ通信員となり、 1897年以降、北京に駐在し、1900年、義和団の乱にあった。1905年、旅順で、野木マレス家の入場式に列して、また、タイムズ代表として、ポーツマス会議に出張した。1907年から、再び旅行を始め、北京からフランス領ベトナムに行き、1910年には、北京から落葉、新疆を経て、 パミール高原を越えてトルキスタンまで横断した。日本には三度来た。1912年タイムズを辞め中華民国相当不正事顧問となる。1919年パリ平和会議に中国代表に伴ってヨーロッパに行ったが病気になりイギリスで死去した。中国滞在20年の間に極東に関する欧文文献を収集し、1917年。 岩崎久屋に買い取られ、後の東洋文庫の元となった。ありがとうございます。